ブラジルガン、ブラルマル、ブラコ,コロザシルマル、ブラジルガン、マル、ブラシルマル、ブラシルマルは、大阪商船、商船三井客船が所有し運航されていた、可客船及び、同運規船及び、パナマの多毛ラインが所有し、商船、三井の手により運航されている、鉄鉱石運搬船。大阪商船所属の初代はアルゼンチナ、マルキュー可客船の2番船として、 西回り南米航路に就航して移民輸送に活躍した。太平洋戦争中の1942年、昭和17年8月5日、航空母艦への改造を予定して内地に帰討中、米潜水艦の魚雷攻撃により沈没した。大阪商船及び商船三井客船所属の二代目も、可客船であり、南米航路に就航した後は、海上パビリオンとして活用された。 同運期船及び多毛をライン所有の三代目は、世界最大級の鉄鉱石運搬であり、カサトマルによる移民輸送100周年を期して命名された。なお、鮮明表記については、初代がブラコ,コロザシルマ丸、正確には漢字の思想のものではなく、それを元にした変態が名の、である。詳しくはを、参照、二代目がブラジルガン、三代目がポルトガル語表記で、 ブラシルマルである。三代目の表記は初代のアルファベット表記と同じであるが、二代目はブラシルマルと英語表記である。ブラココロザシルマルは三菱長崎造船所で1938年昭和13年10月31日に寄港、1939年昭和14年8月2日に浸水、同年12月23日に竣工した。 手なぎ校は神戸工と定められた。基本的な仕様は、姉妹線のある全千な丸とほぼ同一であり、一等、食堂レイアウトでは、村の東芋ら建築家が参加し、船内装飾もある全千な丸と同様に、日本市民に統一されたものとなったが、一等食堂壁面は、染色家山製賀画賀が手掛けた、創建史式の手織面で彩られ、日光、 鎌倉、宮島と日本の観光地の名前が付けられた、スイートルームや特別室が配された。また、一等ラウンジの天井部分はある前置なまるとは、違い、ビームが、剥き出しのまま間接照明が配された形となった。これは設計担当の大阪商船公務部長の和辻、春樹の発想であり、和辻曰く、ビームは、船特有の持ち味だから、むしろ、あからさまに出して、 効果を出したらということとなり、通例では覆い隠すビーム部分に関節照明を廃したのである。世界にも類を見ない試みかどうかはさておいても、装飾面においてはアルゼンチナ丸とは決定的に異なる特徴となった。1940年昭和15年1月11日、ブラ心差しる丸は諸女公会で横浜港を出港して諸女公会の都に着く。 しかし、アルゼンチナ丸の諸女公開中に勃発した第二次世界大戦の影響もあり、参考会を終えた時点で、西回り南米航路からは撤退し、大阪大連線、大連航路に移されたが、大連航路での活躍期間も短く、1941年、昭和16年9月4日付で、日本海軍に徴用される。裏ザシルマ丸無線局も閉鎖された。 当初は一般徴用船として、トラック諸島、サイパン島、クエゼリン干渉などへの輸送任務に従事した。上甲板に大発動艇10隻を搭載、後部戦争内に重油タンク、二重艇区画に真水タンクを増設したという。徴用船になった後、特別室、鎌倉と宮島が霊安室に変身した。1942年、昭和17年5月1日。 日本海軍は、本級2隻、アルゼンチナマル、ブラココロザシルマルを特設運送船に入籍。日本海軍の法令上では、ブラジルガンと呼称された。2隻とも、横須賀鎮守府所管となる。特設艦船入籍後、2隻、アルゼンチナマル、ブラココロザシルマルは、他の輸送船とミッドウェイ作戦に参加する。第2連合特別陸戦隊、司令官をオタ実証書。 海兵四十一騎士機関の暮れ第特別陸戦隊を乗せ、ミッドウェイ島まで輸送することとなった。大田司令官は、陸戦隊本部をブラ心差しる丸に置いた。5月28日、ブラ心差しる丸は、第二水雷戦隊、司令官、田中雷蔵少将,将、軽巡洋艦人数、二水戦機関、第十五駆逐隊、黒潮、親潮、早地を、航空隊部隊護衛。 第十六駆逐隊、雪風、時津風、初風、天津風、第十八駆逐隊、知らぬ日、影朗、霞、あられなどに護衛されて、サイパン島を出撃する。戦団は、一路ミッドウェイ島に向かった。しかし、攻略部隊は6月4日になって B-17 や、プビー、カタリナの雷爆撃を受けた。翌6月5日には、 ミッドウェイ海戦が正規して第一航空艦隊、司令長官、ナグモ忠和宇宙城が壊滅し、作戦は中止になったため攻略部隊も反転せざるを得なかった。当時の戦乱変態速力は11.5ノットであったという。6月13日、本級2隻、アルゼンチナマル、ブラコ,コロザシルマルは、第二水雷戦隊各艦と共に、大宮島、グアムに帰島した。数日間、 グアム島で待機した。6月22日、第二連合特別陸戦隊本部はブラ心差しる丸から陸上に移転。7月1日府で解体された。アリューシャン方面の戦いに投入されたアルゼン、チナ丸とは違い、ブラ心差しる丸は横須賀に向かい、7月4日に到着した。7月18日には、ソロモン方面への航空資材と人員の輸送のため、 大阪と富山に港した後に、ラバウルに向かったが、途中で航空母艦に改装されることが決まり、輸送任務は打ち切られ、トラックで待機となった。ミッドウェイ海戦で喪失した主力空母4隻、赤城、香賀、総流、飛竜の穴埋めであり、昭和18年度では本艦を含めて5隻、アルゼンチナマル、シャルンホルスト、シトセ、チヨダ、 裏ザシルマ丸が対象である、官房機密第8107号。空母改造にあっては、主機関を、影ウ型駆逐艦のものへ換装する予定であった。1942年、昭和17年8月4日14時、裏ザシルマ丸は便乗車240名を乗せて、トラックを出港し、北水道を通過して、横須賀へ向かった。この航海を終えれば、 ブラココロザシルマ丸は航空母艦に改造される予定であった。ブラココロザシルマ丸は速力も出るため単独航海となり、8月9日、横須賀機の予定であったという。しかし、出航後7時間足らずの20時50分頃の推定地点を航行中、船体に衝撃を受ける。その頃、トラック沖で紹介に当たっていたアメリカの潜水艦。 グリーンリングがの推定地点で、震度338度、推定速度16ノットから18ノットで航行する、ブラココロザシル丸を発見しており、浮上攻撃で、艦尾発射管から魚雷を4本発射したが、すべて外れたことを確認した。グリーンリングでは、命中せずと判定したものの実際には、不発魚雷が当たっており、ブラココロザシル丸では、防水扉を閉鎖した上で速力を上げ、 警戒を厳重にした。グリーンリングも一度は振り切られたが、翌8月5日未明にブラココロザシルる丸を再び発見し、の推定地点で魚雷を3本発射した。グリーンリングの魚雷は2本がブラココロザシルる丸に命中したことが確認され、ブラココロザシルる丸は、機関室が使用不能となって下舷へ傾斜した。やがて選手が45度の角度で持ち上がり始め、 ブラココラザシル丸の王の二助船長がブリッジに立って3度、天皇陛下万歳を交渉して、万歳をした後、間もなく、海中に没した。日本側沈没一致記録。ブラココラザシル丸の救命ボートは、かろうじて第17号をつて、第18号をつて、第19号をつてと第7号カッターのみが、海上に下ろすことができ、第17号をつてには、 上院53名、第18号大津艇と第19号大津艇には上院52名、そして第7号カッターには上院44名が上艇し、このうち第7号カッターは決死隊として早期救助を求めるべく別行動を取ることとされた。しかし、4艇が集結していたその時、攻撃を終えて捜索中だったグリーンリングが接近し、 第19号ツ帝上帝の上院1名を捕虜とした。グリーンリングはこの捕虜を尋問し、撃沈したのがブラ志る丸であることを確認した。4帝の運命は様々ではあったが、結果的にはいずれも救助された。しかしその漂流日数はいずれも10日以上で、第19号ツ帝が10日、第7号カッターは11日、第18号ツ帝は20日、 そして第17号大津ては実に25日間も漂流し続けて救助を待ちわびたのであった。別行動の第7号カッターを先発させて、残る三体は海をマスト代わりに衣類を保代わりにして搬送を開始した。また、乗員のうち3名は便乗して漂流していた4名の女性タイピストに席を譲り、自らは海中に消えていった。 やがて第7号カッターは8月15日にの地点で特設放管第2号町安丸等は海運2631トンに発見されて救助され第19号津帝は8月16日に名も糸干渉を脳島到達し上艇車は五国トラックに帰還残る第17号津帝と第18号津帝は依然として漂流を続けていたが 8月16日に分離してしまった。度重なるスコールの襲来に悩まされ、また発見した航空機も期待通りに手を見つけてくれることな、飛び去る日々が続き、非常用甲板も乏しくなってアホ踊りを喰らう状況となったが、手の生存者は神仏の加護を信じて希望を捨てなかった。とはいえ次第に生存者の体力は衰えていき、第17号を打つでは8月25日に 水不調が衰弱死して水槽に付された。一方の第18号をつも3名が亡くなったが8月24日にの地点で特設区選定大住宅南丸日本水産343トンに救助された。第17号をつも8月27日に航空機が近接し翌8月28日に航空機によって通信等と食料を投下。そして 8月29日朝にの地点で、第7号カッターと同じく第2号長安丸に救助された。ブラ心ココザシル丸は1942年、昭和17年9月15日に除籍及び、開用された。結局、姉妹船アルゼンチナ丸のみ空母に改造されて、軍艦会、高、大高型航空母艦として収益した。第2次世界大戦後、 日本の海運業界及び造船業界は、計画造船によって再建が進められた。他方、大阪商船は1950年、昭和25年11月に GHQ の許可の下に南米航路を貨物船のみで再開しており、2年後の1952年、昭和27年4月28日のサンフランシスコ講和条約発行を契機として、 南米移民が国策として復活することとなった。南米移民輸送を歴史的退任と自認していた大阪商船は、再び移民船を差し立てることを計画し、サントスマル8280トンなど3隻を就航させるが、サントスマル以下の就航船は元が貨物船で、貨客船への転換が決まってから特別三等船室を急遽増設したため、貨客船とは言っても、 戦客設備は所詮は付け足しであった。大阪商船は計画造船の枠外での建造を希望したが、予算編成上の制約等で1954年、昭和29年度第9次計画造船の貨物船の枠内で建造することが決定した。これが2代目のブラジルガンである。2代目ブラジルガンは新三菱重工業神戸造船所で1953年、 昭和28年10月27日に帰港し、昭和29年4月6日に浸水、7月10日に浸港した。三ントスマルに続いて平ら乾板型の船型を持っていたが、三島客室に当てられた乾板室全体と選首廊は切り離されていた、最上乾板に一等船室、食堂と喫煙室が配され、上乾板に特別三島船室と食堂、 エントランスを排した。また、サントスマルと同様に1948年の SOLAS 条約に適合した安全確保の設備も完備していた。期間は新三菱重工業神戸造船所が新たに開発したズルツァー式 10RSD76 型ディーゼルエンジンの生産1号機が搭載された。竣工後間もなく、ブラジルガンは ブラジル移住者603名とその他二百293名を乗せて神戸港を出港し、諸女航海の都に着く。タイミングよく外務省に移民局が開設されて、移民輸送は華やかに復活するはずであったが、不十分な施策ゆえに移民の数は伸び悩み、予定されていたブラジル岸の市内線建造計画は一時棚上げされた。やがてサントスマルの大改装や二代目、 アルゼンチナマル1863トンの巡航で、大阪商船の移民船体は5隻となり、ホノルルへの寄港の開始や王港での工業製品の輸送、復興での鉱物や農産物の輸送で一時的には好調を保ったが、アルゼンチナマル就航の翌1959年、昭和34年以降は、日本において高度経済成長期、 第一次に差し掛かったことや、受け入れ国側の情の変化と、それに伴う移民の数の減少などで、移民輸送は衰退の一途をたどる。折からの海運集約との関係もあって、運輸省から移住船部門を切り離して、新会社を設立するよう催促され、1963年、昭和38年に、日本移住船、現、商船三井客船が設立され、 ブラジルガンを含む5隻の移住船は新会社に移籍した上で大阪商船の裸要船として南米航路に就航し続けた。しかし、1964年、昭和39年の東京オリンピックを経て移民の体調は一層大きくて年間1 0名を下回るようになり、ブラジルガンは1965年、昭和40年8月に三菱神戸造船所で 戦客定員判電に合わせた改装を行った。また、アルゼンチナ・マルトモドも公開回数も年3回と削減された。運行形態そのものも、クルーズ客船の走りのような感じとなって、移民から大きく離れていくこととなったが依然として、収入は上らず、親会社の大阪商船、三井船舶に要船に出されて、戦客スペースのみを、 商船三井客船が販売するというありさまであった。やがて、第1回、日中青年友好の船としての航海を最後に、1973年、昭和48年9月限りで引退。引退した、ブラジルガンは1974年、昭和49年7月1日から、三重県戸橋に掲載され、ブラジル展示館やレストラン、お土産店が入居する。 会場パビリオン、とバブラジル湾となった。その後、1996年、平成8年1月に、同パビリオンが営業不振で閉館後、1月20日に、お別れ会が開かれた。解体のため上海へと栄光されたが、関東省福祉公市に本拠を持つ、福祉公会場上司領有娯楽の超過性会長が、買収し、福祉公市に、渓流の上、福祉工号と改名されて、 会場パビリオン、不可思考後会場上司として利用されており、アミューズメント施設やレストランが入居するが、外装や操舵室はそのまま残されている。新日本製鉄、新日鉄、当時の製造拠点のうち、大分製鉄所は、喫水の深い船でも入港が可能というメリットがあり、このことから商船三井側が、 新日鉄からの大分製鉄所に横付けが可能な30万クラスの運搬船を使用して原料調達を行いたいという要望を受け入れて建造を決断した。しかし30万トンクラスもの船舶の運用方法では入港地が限られて従来の三国間輸送は難しく日本大分製鉄所とブラジルのを直接運航することとなった。 シャトル輸送の形態を取ることに関しては、異論もあったが、新しいオペレーションを構築するという意図のもとに、理解が得られ。戦名は、日本とブラジル間のみを、シャトル輸送することと、2008年が、カサトマルによる移民輸送100周年にあたっていたことから、ブラシルマルと命名されたが、その用途から正式に命名されるまでに、商船密井内部で、ブラジルガンと呼ばれていた。選手は、 同運期船とパナマの多毛ラインであり、船籍はパナマに置かれている。商船三井は運航を担当している。ブラシル丸は三井造船千葉事業所で建造され、2007年12月7日に、竣工。同系船には、ツバラオ丸、ツバ、ロン丸がある。竣工後は、新日鉄と20年長にわたる長期契約を締結し、 同社の製鉄所向けの鉄鉱石をブラジルから運搬している。2012年5月には留学生としてブラジルガンでブラジルに渡った経験がある UCC 島コーヒーの上島達次会長が機密製鉄所で2役中のブラジル丸を訪問した。構想の時点から新日鉄が深く関わっているが建造でも新日鉄の協力で 日本の造船業界では初めて疲労強度改善処理、意図、ウルトラサニックインパクトトリートメントを導入し、鉄鉱石が主貨物であることから浮力に余裕を持たせた船型を開発して、相対的に船体強度を高めている。日本とブラジル間のみのシャトル輸送がある時ではあるが、日本最大の鉄鉱石の輸入相手国である、オーストラリアへの寄港も念頭に置かれた船体設計となった。 また、環境に配慮した燃料タンク構造やディーゼル機関を導入した。これらの点が評価され、2007年度の日本船舶海洋工学会選定シップオブザイヤーの大型貨物船部門を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。